はいどうも皆さんこんにちはユキです。さあ今日もですねビットコインイーサリアムリップルとサ銘柄をですね水平線移動平均線そしてチャートボタンを駆使して、えー、チャート分析していきますのでぜひ最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところでございますが本日がですね、えー、2月の24日でございますねもう2月を待つ。 えもう2ヶ月過ぎるで2024年早すぎるけど、えー、土曜日週末でございます、えー、ただいまの時間が午前10時30分ジャスティスというところで今日の動画を撮影しております、えー、今日皆さんに元気と勇気をお届けしてまいりますよパワーということで僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析役立ち情報水平線移動平均線えー、そしてですねチャートパターンなどを使ってですね、えー、お届けしております今日の動画を見て参考になったなためになったな面白かったなと思っていただいた画面の前のあなたぜひですねチャンネル登録ボタンそして高評価ボタンを押してチャンネルそして動画の応援をよろしくお願い いいたしますよととうことで早速ね今週最後の動画撮っていきたいなという,ふうに思いますがまあここで23日はずっと言っておりましたがえスケジュール確認でございますえ25明日はいつも通りの日曜日のお休みでございますで26月曜日ですねえこちらですねサブチャンネルの撮影のためえいつもの動画がお休みとなりますのでそちらのご理解グレーションの方よろしくお願いいたしますということでそこだけかなうんそんなもん の前ねんって感じけどそなもでございますあとはねこれも最近ずっと告知しておりましたがただいまですね僕のおすすめしている仮想通貨の取引所、またですね現物は取り扱っておりませんデリバティブ取引のみの取引所でございますがバイビットと並んで使いやすいなぜかというとバイビットのいた情報を共有しておりですねバイビットの兄弟会社姉妹会社であるというところも含めてですね信頼のおける取引所じゃないかなというところでズーム X をおすめしておりますがそちらのズーム X で100%ボーナスバックキャンペーンやっております まあだから今ね日本円換算すると約3万円のボーナスがもらえちゃうわけですからまあ3万円画面の前に落ちておりますので是非ですね皆さんこの機会にですね zoom X で、えー、口座開設をして、えー、条件を満たしてですねこの200ドル、えー、ボーナスを受け取ってみてくださいでこのボーナスの優位性、えー、が高い部分というのであればもう一番ずっと言い続けてるけど自分のお金 に入,れた入金した 200USDT 以上の何かしらね何でもいいねんけど200ドルのものがを使わずしてですねそのボーナスから先使えます。 使用でできますでそれで、まあ、ズームエクスの感触確かめてもらってあ、ズームエクス使いやすいやんって思ってもらった,ったらそのまま使ったらいいし、ね、使ってみた結果、いやー、いまいちやったなと思ったら、その残りの自分の,、ね、あの入金した元金はですねそのまま抜,き抜いてもらったら、特に自分の,しあの資金は痛めずに、えー、今回、ズームエクスをお試しできますよというところがすごく、えー、魅力のあるポイントかなというふうに思います。 はい、で、なおかつ、ですね、しかもそのボーナス、あれちゃうで、デモトレードちゃうで、ちゃんとそのボーナスは、もし利益が出た場合は、その利益は出金できる利益になりますから、まあ、例えばですよ、200ドル入れて、200ドルボーナスもらって、で、トレードしました、で、利益が400ドル出ました、ね、じゃあ、合計600ドル。ね のの資金を持ってそのまま出すすることができできちゃうんですよねもしズーム X がいらんと思ったらねそのままもしズーム X 使いやすいなと思ったらその資金残したまま使い続けたらいいしっていうすごくお得な <laughs> キャンペーンになっておりますのでぜひこちらは使ってみてくださいでそれに合わせてですね、えー、z o o m X で今ですね To t h e m o o n っていうゲームがあるんですねあの倍率を当てて で、えー、賞金ゲットするみたいな感じですよね。はい。そういうゲームがあるんですが、そのゲームのトレードバトル的なものがあります。それで賞金総額17万円、えー、USDT とか、現物の USDT ですよ。ボーナスじゃなくね。はい。現物でもらえたりとか、Amazon ギフトカードがもらってもらえたりとかっていうところになりますので、ぜひこちらのゲームも、えー、参加してみると面白いかもしれません。このあたり興味ある方は、えぇ、ー、ズーム X のね、この、 まあ UI かなユーザーインターフェースがあるんですが、そのもっと見るっていうところからヘルプセンターで飛んでもらうと、さっきの、えー、ニュースページに飛ぶことができますし、今回ですね、動画の概要欄そして固定コメントのところに、ZoomX の講座解説の URL のリンクと、あとはですね、さっきの、えー、100%ボーナスのリンクですね、えー、ニュースページの、えー、参加ページのリンク、そちらもつけておりますので、まあ、そちら側も飛んでもらえますが、もしわからなくなったよっていう方は、このユーザーインターフェース、ね、のところの、えー、もっと見るからヘルプセンターで、この えー、新規ユーザー応援、えー、祭りですね初回入金を倍にするビッグチャンスっていうところのニュースページとあとはさっき言ってたズーム X のトゥー・ザ・ムーンをプレイして、えー、総,総額17万円賞金ゲットしようっていうこの、えー、ニュースページ見てもらえると詳細を読むことができますのでそちらは必ずチェックして、えー、参加してみてくださいめちゃくちゃお得でございますはいということで、えー、本日も告知は以上にしておきまして早速、ね、シャドと分析していくんですけれども まあ、最近ずっと分析していたポイントに、まあ、ようやくたどり着いたっていうところとでそこまでたどり着いたんやったらここまで説明しておこうかっていうまた再度復習ですよねのところが出てきただけなんで特に真、まあまあ、新しいことはないんですが、まあ、特に、えー、今、ポイントとしてはずっと言っていたこれ、えー、よいしょ4時間してみたところのよいしょサポートラインです、ね、に到達してますでちょうどレジサポ転換をしているポイントになりますのでここはもう圧倒的にロングですね。 圧倒的ロンングポイントここレジスタンスですよね。レジ。で、サポ転換しました。で、そこからここが意識されてますよっていうのが、十二分に分かってもらえるかなと思いますが、今回そこに到達してますから、じゃあ、ここでは何のポジション取ったらいいですか。待ってましたロングですね、はい。待ってましたロングをここで打っていくんだっていうところですね。ここはもう待ち構えていたので。 はい、ここは注目しておいてください。で、このダブルボトムが決まってくるんであれば、もうおあつらい向きに直近、高値圏抵抗体ここだよっていうね、1時間足レベルの抵抗体ここだよって言ってたんですが、5万2000、ここが、えー、ちょうどね、ぐらいになります。で、5万2000が今ね、冷やしてみたときも壁になってますから、ここを上抜けてくるんであれば、ドンですよね、はいまあ、まさにトゥー・ザ・ムーンですよね、はい、になる可能性がありますので、ここのロングは、えー、必見かなというところで考えております。 なんでここはもうずっと言っておりましたので、あの特に変更ありませんが、変わらずロングと。はい、えー、こんだけ落ちてきたのにショートじゃないのっていう方、あなた、えー、今の現状ちゃ,ちゃんと把握できてない,、はい。ここまでもう落ちちゃってるんですよ。ショート持ていったらここやったんですよね。ここでショート持ててないやったら、ここでのショートはもう危険すぎるし、もうマジで、えー、と判断が遅い,、はい。もう要はもう、通り過ぎていってるのに追いかける。もうチャンスのね、神様は前髪しかないって言うでしょ。もうロナウド。 うん、昔の <laughs> ブラジル代表のロナウドと一緒もう「シトシトピッチャンシトピッチャンシトピッチャン大ローチャーン」っていうあのチャーンの髪型のしていた時のロナウドと一緒です前髪しかありませんもう後ろ髪をつかもうなんて無理ないんだものまあそれはなジャンボ尾崎が通り過ぎていってくれたらもうあのヤンゲーつかめるで「<laughs> お酒ゃんつって「長いから」つって。 うんうん、もう無理チャンスの神様前髪しかないですもうここはも通り過ぎてますピュン通り過ぎてるねここもう前髪ここにしかないですこ,れここ前髪みんな掴もうとしてるのほらもうツルンツルンの後ろ髪ロナウドね何でもここは掴かめませんので、はい、諦めてください、はい、で、えー、今じゃあ何が近いのサポートラインが近いですじゃあ必然的に リスクリワードがいいロングになるしレジサポ転換している意識ラインであるっていうところも含めていくと優位、まあ、性が高いのは間違いなくロングであるということになりますよね。はい。なんでここはロングでございます。で落ちた場合ここから抜けた場合はこれもずっと言い続けてました。ここは、まあえー再度 よいしょ。お伝えするポイントになりますが、冷やしの 25EMA との帰りを埋めに来る調整、要は冷やしレベルの調整がようやく行われるというチャンス、逆にチャンスよ、これは。チャンス、チャンス、チャンス、信じてる道は、チャンス、チャンス、チャンス、真っ直ぐに生きよう、夢なんて見るもんじゃない。はい、見るもんじゃないんです。叶えるもんですから。 なの、はい、でここのチャンスはしっかりと皆さん夢を叶えてください。ここはロングでございます。ということでここは、えー、落ちていくここここショート取るかどうかはもう人それぞれ僕は取ってもいいと思う。うん。割った後に、えー、ショート打つこれもありやと思いますし僕のえっ、ー、とねポインあやりたいなと思ってるやり方としてはここ抜けます。ね。ここでブレイクちょっとスケベショートね。うん。ちょっとしたよお試しショートしてでここまで持っていけたらラッキーって思っとくねんけどそれプラスその同時にここにね よいしょ差しょ逆のロング差しときたよねこっからここに到達せずみんな多分ここで待ってると思うからここに到達せずに逆転して一気に高値更新してくるなんてことは余裕であると思いますから、はい、なんでここでお試しショート打ちつつ逆指し根のロングも仕込んじゃうみたいなねみたいなみたいなうんこういうみたいなみたいなをみたいなしたいなと思ってるわけ。 うーんこれいいですね、はい、このパターンは僕の中ではありやなと思ってるポイント。でそれプラスもしショートがのもうこの逆差しには刺さらんでもいいよ最初ね。刺さらんかったら刺さらんかったけここでロング打つわけやから。はい、でここでロングサイド打ちに行くみたいなね。はい、二段構え。 うん、勇気二毛作と名付けましょうか、はい、勇気二毛作作戦ですねはいなのでこの辺りは、えー、参考にしてもらえるといいのかなというところでございますただここに関してはこのまま登っていく可能性はありますからここでのロングは十分注目できるポイントになっているよというところでございます、はい、この辺りを参考にしながらですね皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけるといいかなと思いますが1時間足見とく今も4時間足まででとりあえずいいんちゃうかなと思ってるけどうーんまあ うんとね、例えばやけどここで今形で,で,き,てできてませんよチャートパターンがない状況で、まあ、水平線一本に耐えるのはちょっと心もとない心もとないい夜できるだけ一緒にいたいのさ、うん、これできるだけ一緒にいたい方はですねあのちょっと怖いと水平線一本に耐えるのはちょっと怖いよっていう方は僕の中ではここですね これ今200円目下割ったんですよね。これデッドクロスしてるわけですよ。こっからゴールデンクロスするパターンになってくると、まあこのロウソク足が25円目上抜きますよね。ここ狙っていったらいいんじゃないかなと思います。ちょっとリスク怖い、ここで刺しねえ、刺してね、下抜けられたら怖いなと思う方は、ここの上抜けからの狙っていくパターンは注目かなと思いますので、このあたりはまあリスクヘッジしたいのか、それとももうここでお試しロングしといて、まあ割ったら割ったでええわっていうね、損切りなんて必要経費ですからって言える方はここでいいと思う。 はい、いやいやできるだけ損切りはしたくない無駄なポジションを打ちたくないんだっていう方は1、えー、時間足レベルの交点を狙っていく、うん、これちょっと昨日の動画やったっけなで説明したと思うねんだけど基本的に4時間足のを交転させようと思ったら必ず1時間足交転してるわけですから、うん、その1個下の買い足は必ず交転しますじゃなかったらおかしいもんな、うんまあ、上から順に崩れていくこともあんねんけど まあけど今現状この形で、えー、4時間足も崩れてきてるし1時間足も崩れてますってっていう場合であれば必ず1時間足が好転してから4時間足が好転する形になりますからまあ、この形からのこのブレイク狙ったロングもしくは裏タッチングロベースのパンパス外ここはありかなと思いますはいここ狙いね、はい、この2段階狙いも1つありなんでここが1点目ここが2点目っていう感じかな はい、の狙いになってくるかなと思いますので、まあ、この辺りを是非参考にしながらですね、えー、皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけると嬉しいなと、えー、いうところでございましたほいでは続きましてが、えー、イーサーのリアムちゃんでございますだいぶしてきたねただイーサリアムに関してはね あのまだもうちょっと下げの余地あります。下の余地がある。えー、ビットコインに関してはもうサポートラインぴったりまで来てるから、もうここはチャンスっていう感じだけど、イーリアねはもう一段下に落ちる可能性はあるかなと思ってます。もう一段って言ってもまあまあ、もう間もなくって感じだけどね。はい。さっきちょっと冷やし見とこうか。先にね、復習と言ってるポイントだけ見ときましょう。えー、一応ですね、よいしょ、直近の高値まで落ちてくる可能性っていうのが、えー、十分考えれますから、ここですね、ビットコインで言ってた冷やしレベルのロング打ちたいポイント、ここ。えー、2700、ちょいちょいですね。ちょめちょめ。うん。 よいしょここでのロングが一つありかなというふうに僕は思ってます。はい、で、えー、もう一度上にサポートラインがあります。それに関しては、えー、ビットコインと同じくして、えー、もう一度上のサポートラインになりますから、そこはまた4時間足で説明します。4時間足ライン、えー、レベルの、えー、サポートライン。ここはまた次説明しますが、冷やはここ、はい。ここまで落ちてきた場合は、えー、しっかりと、えー、スイングレベルでロング、もしくは現物も買っていくような形、買い増していくような形でいいんじゃないかなと思います。はい まあこの辺りを参考にしながら、続きましてが4時間足。で、これも一緒、ビットコインと一緒。ただ、まあ一つ違うのがあるのであれば、チャンネルを下抜けてしまっているってちょっと弱含くんでいる状況ですね。はい。結構ね、ビタビタで効いてたので、このチャンネルは僕、あるんちゃうかなと思ったんですけど、まあ、結構あっさりめに抜けましたね、25英目もね。はい、3点効いてるトレンドラインすっぽ抜けてますから、若干弱含くんでます。はい。ただ、これもずっと言ってるけど、トレンドラインよりも水平線の方が強いです上。位上位になります。影響力としては。 そうなってきた場合はこここですよねこのここここはチャンスになりやすいですからここは、えー、押してきたら、えー、拾っていきたいという、えー、目線になるかなと思います。でこれもちょっと、えー、補足しておくとここでのロングっていうのが、まあ、レジサポ転換しているって1点だけ、まあ、レジサポ転換しているっていうこと自体うま、まあ、そもそも強いねんけど。 それでもちょっと入っていくの怖いわっていう方は、この25位目を上抜いた後の裏タチングローペースのパンパスがもしくはスケベロング的な形で入っていく。これが一つ有効になってくるんじゃないかなと思いますので、このあたりは押さえておいてください。さっきのビットコインの1時間して言ってたやり方ですね。それを踏襲してもらえたらいいかなと思います。 で、ここ割ってくると、さっきの冷やしレベルの下落になってきますから、そこに対して、ここのショートですよね。を取るかどうかは、さっきのビットコインと同じくして、えー、皆さん次第というところでございます。いや、俺はロングしか待てへんねんという方は、もう待ったらいいし、落ちてくるのを待つだけ。で、逆差しにロング打っといたらいいし。ね。そんなところでございます。はい。で、そのまま1時間足ですが、1時間足も、まあ、基本的には一緒かな。まあ、ここレジサポ転換してるよね。 ここがレジサポ転換してるんで、まあ、ここ上抜いてからのロングっていうのも一つありかもね。ここの上抜けは狙っていけるかもしれない。まあ、ここまで押してきたら拾いたいわけね。はい。200円もある。1時間足の200円プラス水平線。ここで絶対拾いたいよね。はい。もうここは差し値、ね、差しといてもいいぐらいのレベルです。僕の中では。はい。もうここあったらもう仕方ないなっていう感じ。はい。で、そのまま上がってくるようであれば、この25円目上抜いた後、このレジサポ転換してるところ上抜いた後、チャンネルの中に回帰した後からロング狙っていけばいい。怖い人はね。 ただここは十分、えー、期待度があるんじゃないかなと期待値があるんじゃないかなというふうに思ってますの、ね、でこの辺りはぜひ参考にしてみてくださいはいまあそんなところでは続きましてがリップル最後リップルいきましょうかリップルはねもうちょっと今反抗期なんでリップルがね僕の中でね <laughs> 勝手に言ってるだけやけどなはいまあちょっとね冷やしレベルからもう弱ぶくんでるんですよねいやお前弱ぶくん半分早いやろって話なんですよね はい、こ,こ,ここを抜けるんであれば一旦僕はもうリップルは捨てます捨てるというかその見なくなります基本的にもうここ抜けられたらもうねあの落ちる目線しかなくなっちゃうから面白くなくなっちゃうんで、はい、やっぱ上がる下がるの目線を作れてでそこにある程度まあなんていうか割合決めてみたいなところが僕の好きな、えー、やり方なんでまあここから下し,しかないやんみたいな感じになってくるんやったらちょっとあの取りにくくなってくるかなというところですね僕の中でリップルはねはいなんで今最終防衛ライン立ってるよと。 はい。いうところです。よいしょ。で、えー、4時間足。4時間足見てもらってもそうやね。3点目ですもんね。まあ、この、冷やしレベルで引いていた高値の切り下げラインね。そこの裏に3点タッチしてます。ここで再度割ってくるようであれば、やっぱ一旦ね、落としてくるんじゃないかなと思います。うーん。なんで僕の中では、ここからもう僕、あのー、ないなって感じ。うん。なんで、ここの最終防衛ラインを、えー、割ってくるようであれば、一旦損切りして、えー、放置するな、あとは。もう基本的にはビットコインとイーサリアムをメインで見ていく感じ。 はい、ただここはま逆を返すと最終のロングのポイントになりますからここでロング打っといてこの形作ってくるんやったら逆三層ですよね。逆三層がズン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 してくるんで、まあ、ここはねくらい。 なそうなってきた場合は直近の高値を超えれるような形を作ってくる可能性もあるのでうんここはまだ期待はしたいただまあ逆三層の頭一本なんでまあここはちょっと怖いですよね正直入るのはまあ僕はこの高値の切り下げラインが3点目っていうところで強いと思ってるから入れるけどそれでもちょっと怖いよっていう感じの方でいくのであればまあこの逆三層作ってからでいいと思います、はい、この左肩頭のこの右肩この右肩で入っていくかもう逆三層決まってから入っていくかまあこの二択ですねここ入っていくかここ入っていくか はい、ここはちょっとねあのお試しロングぐらいの感じになるかなと思います普通の人やとね、はい、ただ僕は入りたいポイントただここを見逃すんであれば見送るんであればここの次右肩狙いでもしそれでもやっぱ怖いと右肩はちょっとセオリーじゃないやんっていう方はこの逆三層決まってから これが逆三層ですから、ここの決まってからの上側を取っていくっていう感じですね。上積みを取るっていう感じ。うん。で、いいんじゃないかなというところですので、まあ、3段階のロング、えー、入れるポイントっていうのを押さえておいてもらって、皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけるといいかなというところでございました。はい。ということで、えー、今週は以上で終わりたいと思います。今週も最後までお付き合いありがとうございました。 えー、冒頭にも言いましたが25、26は動画お休みとなりますのでご理解、ご了承の方よろしくお願いいたします。はい、あと、これちらもね冒頭に言いましたが、ただいまね ZoomX で100%ボーナスキャンペーンやってます。200ドル入れたら200ドルのボーナスがもらえます。しかもその200ドルは、えー、自分の自己資金よりも先に消化されることになります。でその自己資金じゃなくボーナスを消化したトレードで得た利益は出金することが可能でございますので、はいこの、えー、お得な機会にです、ね、ぜひ ZoomX 使ってみてください。それに合わせ持っ,て、えー、to the Moon っていうゲーームの、えー ゲームバトルですね。もう開催されていたりとかして、それのゲームバトル、ゲーム、ただのゲーム、まあ自分のね、お金が減っちゃうんやけど、負けた場合はね、そのゲームでも17万円の賞金を手に入れたりすることができたりとか、えー、Amazon ギフトカードをもらえたりとか、ね、えー、っていうところもありますので、ぜひこちらも興味がある方は参加してみてください。動画の概要欄もしくは固定コメントの方に、えー、この ZoomX の講座開設用のリンクと、あとはこの、よいしょ、100%ボーナスのこのキャンペーンページですね、はい。キャンペーンに参加するボタンもあります。このキャンペーンページの、えー、URL。 リンクもつけておきますのでそちらから、えー、そちらを参照していただいて、えー、ぜひ参加してみてください。はい。ということで、えー、今週以上で終わりたいと思います。また来週火曜日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。サブチャンネルのチャンネル登録。そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー